コンクは、フランス、ミディイコールピレネイ、中世、コンクは、アジャンの、セイフォアの聖遺物を祀る地として、巡礼地であった。世界遺産のサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一つとして、サントイコールフォア修道院とドゥルドゥ川に架かる橋が、登録された。また、フランスの最も美しい村にも選ばれている。2016年1月1日、合併により、 コンクイコールアンイコールルエルグとなった。街並みコミューンは、ドゥルドゥ川とウシュ川の合流地点にある。この地形が、ホタテ街に似ていたため、コンクという名称を与えられたとされる。ケントロデーズの北にあり、サントイコールフォは修道院周囲に密集する中世、以来の街並みが、陽光さす、山の中原に現れる。池垣に囲まれた住宅は、正午頃にそのファサードに火が当たる。 ホタテ貝の衣装が目立つ。通りの舗装、屋根に至るまで石が使われている。扉や窓の縁飾りのために、切り石が使われ、灰色やピンク色の砂岩、さらに花崗岩が使われることは、非常に稀である。今クの民家5世紀にはこの地に、聖、ソブールを祀った、礼拝堂と、それを中心にする小集落があったと考えられている。この礼拝堂は、 イスラム教徒の北進の後、730年以降に、ピピン三世、ついでカール大帝の援助を得て再建された。同時期に、修道士ダドンが修道院を創設し、819年にベネディクト海則へ準拠した。この修道院はよく組織されており、次第に辞書を統合拡大しつつ、停滞する旧世紀の経済にあって、 繁栄を失わない一角を形成していた。ちょうどこの時期の864年から875年の間に、コンクの修道士アリビスクスが、アジャン近郊の教会に安置されていた聖ォアの生物を盗み出すという歴史的な事件が起きた。聖ォアは303年にアジャンで没した12歳の殉教者である。この経験なる盗みは、さらなる奇跡の引き金となり、 多くの巡礼者をコンクへ引き寄せることとなった。さらに、同時期に、聖イヤコブのものとされる墓が、サンティアゴでコンポステーラで発見された。ルエルグ博は955年から960年の間に、聖イヤコブに数形を示すため、ガリシア地方に赴き、最初期の巡礼者の一人となった。その30年後に、彼の息子レーモンは、バルセロナ周辺で、 イスラム教徒に勝利し、シャイの証として豪華な戦利品をコンクへ送った。銀座役で装飾された蔵である。それを用いて、修道士たちは大きな十字架を作った。11世紀の間、セイフォアはスペインでのレコンキスタに赴く十字軍騎士たちの守護聖人であった。二人のコンクの聖職者がナバーラとアラゴンで死教となった。1077年以降に、 フンプローナ司教となったピエール・ダンドック、1100年にバルバストロ司教となったポンスである。アラゴン王ペドロ一世は、その後に、セイフォアへ剣道した修道院を建てている。コンクを出発後、クエルシーへ向かう者と、モアサックの修道院へ向かうそれぞれの道程をつなぐ巡礼路がある。最短のものはオーバンへ向かう、ドゥルドゥ川に架か,かる古い橋である。しかし、 グランバブル村の小集落バンズルと北西のフィジャックを通過する童貞が主流であった。13世紀、コンクのサントイコールフォア修道院は強力になり、その経済力は頂点に達した。しかし14世紀から15世紀に衰え、1424年12月22日、ついに世俗化された。フランス革命後に廃れていたコンクは、1837年、 当時歴史文化財の検査官でもあったプロスペルメリメによって再発見された。宝物や教会の正門は住民の手で完全な状態で保存されていたが、教会にはいくらかの補強が必要だった。1832年、コンクはモンティニャックとサンマルセルの一部を併合した。1873年、ロデイズシキョーズ市教ブールはプレモントレ修道会の再建者。 エドモン・ブルボンによって、聖ォア信仰と巡礼地コンクの復活を依頼された。1873年6月21日から、白い修道服をまとった6人の修道士たちが、ロデーズ司教の命令により、おごそかにかつての修道院に居住するようになった。フランス第三共和制初期、コンクの住民たちは、すでに失われた、信仰の記憶が蘇るのを目撃したのだった。 1911年、中世以来の宝物を保管する博物館が建設された。聖法和の聖遺物は1875年に取り戻され、1878年から巡礼が敬意を表紙に現れた。この壮大なロマネスク様式の建物は11世紀から12世紀にかけて建てられた。ファサード両側の2本の塔は19世紀のものである。 ティンパヌムは特筆されるものである。修道院と教会にはカロリング調美術の独特の美が保存されている。内部はピエール・スーラージュによるステンドグラスで飾られている。ありがとうございます。